このコンテストは授業でものづくりを学ぶ高校生の技術向上を目指し、県教育委員会が毎年開いているものです。今年は県内の工業系高校から45人が出場し、旋盤や木材加工など6つの部門で作業の精度などを競いました。今日開かれた表彰式では最優秀賞に選ばれた8人の生徒に表彰状が送られました。

表彰あと生徒たちは自身の作品などを持ち寄り難しかったり工夫したりした話で盛り上がっていました。